神野大地の全日本大学駅伝大予想。なんと1位には、あの大学が。ジャムゲー YouTube、今回の動画では、11月1日に行われる全日本大学駅伝の、優勝予想をしたいと思います。はい、まずは、全日本大学駅伝が、無事に開催されるっていうことは、本当に良、かったです。三大駅伝の一つである、出雲駅伝は、10月のいつも体育の日に行われるんですけど、コロナウイルスの関係で中止になってしまって、全日本箱根はどうなるんだっていうふうに選手たちも不安だったとは思うんですが、無事に全日本大学駅伝は開催されるということで、大会開催に向けてご尽力してくださった関係者の皆様、本当にありがとうございます。はい、ここで、今回の動画では順位予想と、注目選手各チーム1人2人ぐらい出したいなと思ってて、あとは、全日本大学駅伝で上位、または優勝するためには、重要な区間は、ここだっていうのを僕の目線から、お話をしたいなというふうに思います。はい、全日本大学駅伝は、コースの紹介なんですけど、全部で1区から8区、名古屋の熱田神宮をスタートで、ゴールは三重の伊勢神宮になってます。はい、それでは、順位予想いきたいと思います。まずはですね、4位から8位を、発表したいと思います。4位から8位はこちら、ドン。はい、一つずつ、紹介をしていきたいと思います。と、8位は、帝京大学にしました。帝京大学は、注目選手は4年生の星選手と3年生の遠藤選手、2人とも28分台、28分30秒前後の自己ベストを1万メートル持っていて、駅伝でも実績のある選手で、遠藤選手なんかは今年の箱根駅伝でもいい走りをしているので、注目選手として挙げさせてもらいました。帝京大学は、僕のイメージとしては、出雲は毎年あまりこう結果を出してこないというか、上位に来ることはそんなにないんですけど、全日本箱根っていうのは確実にこう調整をしてきて、シード権を取ってくるっていう、そういうこう距離が長くなればなるほど、結果を出してくる、走り込みをたくさんしているチームだと思っているので、今回は8位ということで予想をしました。次、7位、7位の早稲田大学はもう少し上位に行くかなっていう予想されている方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕は7位にしました。注目選手としては3年生の太田選手と中谷選手、この2人が注目選手になるかなと思います。早稲田は2人とも今、その中谷選手と太田選手が3年生なので、来年以降はもっと上位が期待できるのかなとは思うんですけど、3年生ということで、あとは早稲田大学は4月5月とか、そのシーズンの頭の頃、コロナウイルスの関係で結構寮が解散したりとか、合宿も日程通りしてないっていう情報とかもあるので、そういう少しこう練習不足じゃないですけど、チームとしての練習っていうのが欠けていた時間があったというふうに聞いているので、その辺がこうどう結果に現れてくるのかなっていうところは、楽しみに見たいなと思ってます。で、早稲田は7位に、予想させていただきました。次、6位、國學院大學を予想しました。國學院大学は、なんといっても2人、大エースがいます。藤木選手と、3年生の藤木選手と、2年生の中西選手ですね。この2人は、去年の三大駅伝でも、実績を残している選手ですし、藤木選手なんかは、1区で最後箱根駅伝区間賞を取ることはできなかったんですけど、仕掛けて藤木選手を抜け出すあの瞬間っていうのはすごく、見ていて、心揺さぶられる部分もありましたし、その後の、トラックレースなんかでも藤木選手は圧倒的なこう力を見せてる感じがあったので、その藤木選手と中西選手を筆頭にチームもレベルアップできているんじゃないかなというふうに思っているので、今回は6位予想させていただきました。はい、次、第5位、明治大学ということで、明治大学を予想しました。明治大学は、細出選手4年生がエースになると思うので、
小袖選手の走りっていうのが楽しみな部分になってくるかなと思います。で、明治はここ最近記録会なんかでも自己ベストを出してる選手が結構多かったので、チームとして練習がうまくいっていたり、まあ、チームとしてこうみんなが切磋琢磨できて結果が出てきてる証拠だと思うので、そういうチームのこう勢いじゃないんですけど、そういうのを明治大学には僕は感じたので、今回は第5位に予想させていただきました。はい、次いきます。第4位は駒澤大学です。駒澤大学は、まあ、優勝予想をしてもいいぐらい戦力は整ってると思います。ただ、まあ、僕が予想した1位から3位予想していた中で駒澤は4位にしたんですけど、まあ来年以降本当に確実に優勝ができるようなチームになってくるのかなとは思うんですけど、まあ今年に関してはまだ第4位ということで僕は予想したんですけど、まあ注目選手としては2年生の田澤選手ですね。駅伝でも去年1年生ながら実績を上げた選手で、田澤選手が僕の中では後半区間に田澤選手を受けて上位にいれば、もちろん優勝もあり得るとは思いますし、もちろん3番以内、まあ、シード権っていうのを確実に取ってくるチームだと思うので、まあ、田澤選手をどこで使うのかっていうのが、駒澤大学の大事なポイントになってくるのかなと思います。ただ駒澤大学は本当にチームの戦力っていう面で言えば、5000メートルの10人平均とかも13分50秒ぐらいのタイムを持っているので、かなりチームとしてはレベルが高いチームだと思いますし、その中で、まあ、大エースもいるという、まあ、駅伝では勝つ条件というのは揃っているのかなとは思うので、駒澤大学の走りというのも注目したいと思います。ただ、今回は第4位にしました。はい、ここからは、いよいよ第1位から3位の発表をしたいと思います。神野大地が予想した今年の全日本大学駅伝の順位はこちらです。ドン！はい、1位、青山学院大学、2位、東海大学、3位、順天堂大学というふうに、予想をしました。はい、で、3位の順天堂大学は、先日行われた箱根駅伝の予選会で、圧倒的な力を見せつけて、走った選手みんな63分切ってくるっていう、もう本当にもう素晴らしいチームの日に仕上がってるなっていう印象はありましたし、箱根駅伝予選会の後の記録会、1週間後に行われた順天堂大学記録会でも、予選会のエントリー漏れした選手が28分40秒台で走るっていう、まあ、それぐらい本当にチームとして充実してる層の厚いチームに仕上がっているということだと思うので、まあ、箱根駅伝予選会に向けては距離の練習をかなりやってきてると思うので、後半区間の長い距離でも対応できる選手はたくさんいると思いますし、あとは全日本は本当に層の厚さっていうのが重要になってくると思うので、その辺から見ても今回は順天堂大学が大穴で3番以内に入ってくるんじゃないかということを期待して、僕は3位に予想しました。はい。第2位、東海大学ということで、まあ、優勝争いは青山学院と東海大学2つが受けてるのかなっていうふうには思います。第2位の東海大学の注目選手としては、やっぱり4年生ですね。塩澤選手、名取選手、西田選手、この3人、高校時代、宮古寺の1区で結果を残した3人が、いよいよ4年生になってどうなるかというところで、まあ、そのやっぱり4年生の走りっていうのは、チームに大きな影響をもたらしますし、4年生がしっかり走ることで優勝っていう目標も近づいてくるのかなっていうふうに思うので、まあ、その4年生の走りに注目したいと思ってますし、あとはまあ本当に東海大学は、まあ、昨年優勝してますし、まあ、チームとしてやっぱりチームの争いも本当にすごいチームになってきてると思うので、まあ、選手たちも毎日必死に練習してその中で選手になるっていう、まあ、それで選ばれた選手っていうのは必ず結果を僕は出してくるんじゃないかなというふうに思ってるので、東海大学を2位にしました。で、西田選手なんですけど、まあ、少し怪我もしてたっていうこともあったとは思うんですけど、個人的にすごく走りが好きで、高校時代、九州学院高校の時から、ああ、この選手は強くなるんじゃないかなっていうふうに見てた選手が、まあ、いよいよ4年生になって、どんな走りをするのかっていうのは、個人的に、すごく注目している選手の一人です。はい。2位は東海大学を予想しました。はい、いよいよ第1位、青山学院大学です。はい、1位は青山学院に予想したんですけど、まあやっぱり記録会
とかの結果を見ても、本当に全員こう仕上がってるなっていう感じはありますし、まあ、チームのやっぱり切磋琢磨してる感じがすごく結果からも伝わってきますし、学内のタイムトライアルとかでも本当にみんなが結果を出してきて、13分台で持っててももう駅伝の選手に選ばれない、なんかそんなチームに青学は今、まあ、強くなってきているので、僕はその青学の、OB だからひいきして青学を1位っていうよりは、冷静にこう戦力をこう見た時にやっぱり1位は青学なんじゃないかなというふうに思ったので、今回は青学を1位にしました。注目選手としては、東海大学と同じでやっぱり4年生ですね。まあ、4年生は、キャプテンの神林選手と、まあ、吉田選手、まあ、この2人が、まあ、どこの区間でどういう走りをするのかっていうのが優勝に近づくには大事なポイントとなってくると思うので、まあ、その2人の走りだったり、まあ、あとは岩見選手だったり、まあ、武石選手は、留年して、まあ、今5年生で、まあ、5年生、まあ、4年生かっていう形で、まあ、やってると思うので、まあ、その辺の選手がどういう走りをするのかっていうのが、青学の優勝に近づくための条件なのかなというふうに思ってます。まあ、あとは1年生の佐藤選手が今回エントリーに入ってると思うので、佐藤選手は去年の高校駅伝で1区で区間賞を取ってる、駅伝でも結果を出している強いルーキーが青学にも入ったので、まあ、その佐藤選手をどこで使うのかっていうのも注目するポイントなのかなというふうに思います。はい、今回は全日本大学駅伝を1位から8位まで神野大地が予想してみました。全日本は直線なんで、やっぱりレースの流れを掴んだ者勝ちだと思うので、まあ、そういうレースの流れをどこのチームが主導権を握るのかっていうのがすごく大事なポイントだと思いますし、まあ、追い風の時もあれば向かい風の時もあったりっていう、まあ、その風に関してはその当日にならないとわからないんですけど、とにかく流れをつかないチームがもう逃げちゃうっていう、そういう駅伝になってます。ポイントとなる区間ですね、まあ、僕の中では1区3区7区だと思っていて、僕らの代の時っていうのは1区っていうのは 14.8 とか 14.6 かそれぐらい結構長い距離だったので、結構エース級を投入するっていうチームが多かったんですけど、僕がいた時も、一式だったり強い選手をもう1区に置いたりっていう配置を各チームしてたと思うんですけど、今回は1区 9.5 キロなので、まあ、短いんですけど、やっぱり1区で出遅れてしまうと2区以降の選手っていうのは、まあ、焦って、まあ、突っ込んでしまって自分の走りができなかったり、まあ、あとは1区の選手が走れないとみんなやっぱりチームは同じような調整練習をしてきているので、2区以降の選手とかも少し不安な気持ちでスタートをすることになっちゃうので、こう1区の選手の走りっていうのは2区以降の選手に、まあ、流れももちろんそうなんですけど、そういう気持ちの面でも、まあ、いい影響を与えることできるし、逆に不安にさせちゃったりっていう、まあ、そういう駅伝ではやっぱり1区っていうのは必ず出遅れてはいけないっていう区間だと思うので、1区は距離は短いんですけど重要な負荷なのかなと思ってます。で、3区 11.9 キロということで、そんなに距離は長くないんですけど、前半区間の中では僕は3区が重要なんじゃないかなと思っていて、まあ、昨年は東洋大学なんかは相澤選手が競争を見せたりというところで、やっぱ3区で抜け出すのか、1、2区で出遅れたのを3区のエースで、挽回してくるのか、まあ、なんか3区で1回こうリセットじゃないですけど、流れがいいところはさらに流れを良くする、流れが悪いところは、引き戻す、なんかそういう区間が3区になるんじゃないかなと思うので、まあ、3区には各チームエース級の選手が区間配置されるんではないかなというふうに思うので、僕はポイントとして3区を、前半区間のポイントとして3区を挙げさせてもらいました。後半区間は7区、7、8と両方とも距離が長くて、7区に関しては 17.6 キロということで、アンカーの方が距離は長いんですけど、例年新コースになってからは7区でレースが決まることが多いので、青学が勝った時も7区で森田選手が東海大の港屋選手を抜いて優勝したり、7区でレースが決まることが多いと思うので、7区に選ばれた選手の走りがチームの、優勝だったり、まあ、上位に入るためには重要な、ポイントかなというふうに思うので、
1379がポイントの区間ということでお話しさせていただきました。はい、全日本大学駅伝、いよいよ、11月1日午前8時5分スタートということで、今回はコロナ禍の中での、大会開催となるので沿道での応援は難しいかもしれないんですけど、僕も、テレビを見ながら観戦したいなって思いますし、皆さんもぜひテレビの前から選手の応援を、よろしくお願いします。はい、今回は全日本大学駅伝の順位を予想してみました。皆さんの順位の予想なんかがあればコメント欄などにぜひコメントしてくれたら嬉しいです。今回の動画は以上です。ありがとうございました。